ポール・トゥールーズの戦いは、1745年5月2日から5月10日にかけて、ニューイングランド植民地の軍が、フランス植民地のポール・トゥールーズをオーストリア継承戦争中に攻略した戦いである。ポール・トゥールーズはフランスにとって、戦略上の要であった。それは、イギリスの所有地である、ノバスコシア本土に最も近いフランス植民地であり、また、 ミクマク族の拠点にも最も近いフランスの基地でもあったからである。ミクマクの族長は毎年同盟の更新のためにポール・トゥールーズを訪れた。イルロワイアルのみならず、本島からもやってきた。ポール・トゥールーズのあるイルロワイアル南東部にはミクマク族との同盟維持のため、そしてポール・トゥールーズの防御強化のためにフランス王室からの支出がなされており、 フランスとミクマク族とは相互関係にあった。カンゾにおけるイギリスへの攻撃の起点としても論理上ここしかないという位置にありポール・トゥ・ルーズはまたフランス海兵隊の23人の兵の中東地でもあった。イルロワイヤルの2つの主な町の1つでルイブール要塞の外側にあるこの砦には様々な戦闘能力が備えられていた。小規模ながらドルイトやライもあった。 1744年の肝臓への攻撃により、村を離れた約200人のアカディア人もいた。ウィリアム・ペッパーレル1745年、マサチューセッツ湾植民地の総督ウィリアム・シャーリーは、マサチューセッツ議会から、ポール・トゥールーズへの攻撃の支援をどうにか保証され、彼とニューハンプシャー植民地総督のベニング、ウェント・アースは、他の植民地からも支援を得ようとした。 コネチカット植民地は500人の兵、ニューハンプシャー植民地は450人の兵、ロードアイランド植民地は船、ニューヨーク植民地は大砲10門、そしてペンシルバニア植民地とニュージャージー植民地は資金を援助した。この遠征軍の指揮は、キタリーのウィリアム・ペッパーレルで、順将ピーター・ウォーレンが海軍を指揮した。4200人の兵と、 水兵から構成されたマサチューセッツ軍は、ボストンから90隻の軍艦で段階的に出港した。現在のケープブルトン島の地図。沈みに下のセントピーターズが、かつてのポール・トゥールーズあたかも十字軍の遠征のような雰囲気で始まったこの遠征は、食料の再供給と人員増加のため肝臓に立ち寄り、イギリス本国の陸海軍正規兵と合流した。3月末。 海軍は、ルイブールを封鎖し始めた。しかし、春になって、セントローレンス湾の氷が溶け、強い風がその氷を吹き飛ばし、船体が、木造の軍艦はかなり危険な状態にさらされた。5月2日、ペッパー・アーレルは70の兵と2隻の船を、ポール・トゥールーズの集落を攻略するために送り出した。ニューイングランド軍はスループを1隻と数軒の建物を焼いた程度で、 フランス兵やアカディア兵、ミクマク族に撃退された。8日後の5月10日、ニューイングランド軍は、前回の4倍の270人という兵力で、再び攻め入った。ポール・トゥ・ルーズの建築物をすべて焼き払い、砦を壊し、ミクマク族の墓地を暴いた。この襲撃で、フランス兵何人かが戦死し、あとは捕虜となった。ニューイングランド軍はなおもプチドグラや、 アイルマダム、ネリシャを破壊し続けた。そしてこの襲撃は、ルイブールトリデの包囲戦へと続いていった。フランスはその47日後、6月17日に、このルイブールの戦いで、条件付きで降伏することになる。アカディア人は、ポール・トゥールーズから、シグネクと地境を進んで、ケベックに向かった。ルイブールックの後、 イルロワイヤルにいた何千人ものフランス人は本国に送還された。ありがとうございます。